チャタリングのイチャタリングとは、可動接点などが接触状態になる際に微細な非常に速い機械的振動を起こす現象のことである。原理は、そのような振動により音を立てるという意味から。弱電を扱うスイッチやリレーが接続状態になるときに起こるその現象や、車両のブレーキング時などに発生する振動を指す。 また離れる時もきれいに一回で離れるとは限らない。またそれによって発生する不安定な信号や、それによって引き起こされる電子機器の減少なども指すことがある。リレーの接点やスイッチ、特にマイクロスイッチの接点で発生する。弾性衝突及び型持ち量構造に由来する振動現象であるとして、検討した研究などがある。 この時に接点に電圧がかかるようにして使用していた場合、信号が断続を繰り返す現象が起きる。非常に短時間で消失する現象であるが、電子回路の誤動作の一因とされ、通常は電子回路を工夫することなどで、あらかじめ対策が取られる。以上のような電気系の現象とは、基本的に無関係であるが、同じチャタリングという語で呼ばれる似たような現象として、 油圧計において、便の弁体が便座を叩く現象がある。コンピュータ用の古いキーボードを操作したとき、キーを一度押しただけなのに、複数回入力されることがある。あるいは、マウスのシングルクリックが意図せずダブルクリックとして入力されてしまう。一般的にはこれを指して、よく、チャタリングと呼んでいる。また、接点の劣化によって引き起こされている場合もあるが、この場合、 スイッチの交換が必要である。入力からいくらかの遅延を持たせるのが基本である。遅延が許されない場合には特殊な手法が必要である。立ち上がりと立ち下がりの片方だけが問題であれば、スイッチの前後の機械的構造や論理の政府を調整し、接点が離れる側のエッジを重要な側に使い、接触する側のエッジを避ける。デジタル回路であっても、 こういった信号を処理する手法としては、CR 積分回路を使用するなど、アナログ回路の併用は、常道の一つである。ただし中途半端な電圧の状態は、それはそれで発信など、誤動作の原因となるので、シュミットトリガー回路などを併用することもある。遅延が許されない場合は、総投げスイッチと SR ラッチを使用する。サージ対策回路を、 チャタリング対策と思うものがあるようだが、リレーのサージ対策は、リレーの入力側などインダクタンスを持つ回路の電流を急変させるとき、特に投入時ではなく、電流を立つときに発生するサージへの対策という面が大きく、これをチャタリング対策と思うのは混同である。ハードウェアで実装することもあるが、状態が安定して一定時間以上続いて、 初めて信号が切り替わったと判定するようにする。無料ソフトの中にもチャタリングを自動修正するものが配布されている。フォトインタラプタのような光センサーを利用したスイッチや静電容量の変化を利用したスイッチがある。前者は半導体リレーなどに、後者は高級価格帯のキーボードに使用されている。 http://1.2.ac.jp://naid//110006292743http://jglobal.jst.go.jp://ttl.php: jaglobul. ID イコール20計902兆2768億8188万8839チャターンカンスラー。ありがとうございます。